Yeah, what up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 , man? Yeah, what up? クレバが自宅からライブ中。今回はちゃんと BGM 流したりマイク使ったりしながら、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。相変わらずチャットが光の速さで流れてってるので、全然読めませんが、いろいろ見てくれてるんだなっていう感じがしますね。ありがとうございます。かっこいい、ありがとうございます。そういうのだけ見えるみたいなね。きた、すでにかっこいい、ありがとうございます。かっこよく見えるように頑張ってます。今日はね、この手元にこれですよ。これゲットしました。これ自分でこう切り替えてるんです。これね、自分で切り替えながらこの画面をライブしていこうかなと思ってます。ちょっとまあもう4000人ぐらいの方がね見てくれてるみたいなんで、ありがとうございます。本来だったら今日はね、新潟でライブしてるはずだったんですよ。今この裏で流れてる敵がいない国、これベースラインね、ちょっと簡素にしたものですけども、それをタイトルに関した敵がいない国ツアーやってるはずだったんですけど、まあね、集中の通り世の中こういう状況ですから、ツアーも全体を、無期限延期とさせてもらって、で加古川と一昨日の加古川と今日の新潟の分ちょっと YouTube ライブやってみようかなと思って、今やっております。ちなみにっていうか、その YouTube ライブやろうと思った、ちなみにこの BGM と俺の声のバランスとかどうですか、調子どうですか。わかんねえ。アロマキャンドル素敵、あれ LED です。LED? あ、最高はその音のレベルなのかわかんないんですけど、ちょっとわかんねえ、キャッチできない。でもまあ5000人、ありがとうございます。5000人以上の方がちょっと見てくれてるみたいなんで、ちょっと今日のこの YouTube ライブやるに至った流れみたいのをね、説明してます。今まずはツアーが、コロナウイルスの影響で全公演無期限延期になったと。でその無期限延期っていうのはもう何年後かも分かんないし、はい消えたコロナ、はい一気に消えた、一瞬で消えた、世界的奇跡みたいな、地球始まって以来の奇跡が起きて一瞬でコロナ消えましたってなったら、明日にでもツアーやりたいけど、会場が取れればまあみんな奪い合いだろうからね、無理だと思うけど、でもそういう感じでもないんで、とりあえず無期限延期にさせてもらってます。その、公演の代わりといったらなんですけど、皆さんが楽しめるように今こう自宅から一人で、幾多の機材を操りながら、ライブ生放送中です。でこうなったのはね、きっかけくれたのはやっぱ一つはやっぱ大ちゃん、三浦大知くん、あると思います。ありがとう。あの三浦大知くんが、自分のね、大ちゃんのツアーも俺のこの発表を受けて無期限延期っていう方向、あの発表をしてますけども、そのツアーのライブの日にインスタでね、大ちゃんはこうインスタライブっていうのをやってて、それに俺を呼んでくれたと。それをやった時にファンの方がすごく喜んでくれたっていうのがあったんで、だったら自分もこのツアーのために YouTube やり始めてるところがあるので、ちょっと YouTube ライブやってみようかなと、そう思ったっていうのがありますね。でその後 YouTube ライブ一人で家から、自分の部屋から
iPhone で iPhone1 台でやってみたんですよ。でその時に、なんかビートを作ってるだけのやつとかやりたいんだけど、その配信するための機材を調べてたら、なかなかこれはみんな配信したがってるご時世で機材ねえなって話になって、欲しいのはこうこうこういうのがあるんだけど、それがあったらできるんだけどなみたいな話をしてて、でそのライブ終わって、 YouTube ライブ終わって次の日探してみたらあったんです。これがゾンコンドンドンコン、この機械が、これがあるとこう手元でこう映像を、今こう自分、それからこの手元ね、こうなんか例えばこう、みたいなことはこう手元見せられるし、こうこん中にやったり、こう逆にこういう映像にしたり、ヘッドホンでチェックしたら多分いい音で聞けるようにするには、この機械、この VR HD っていうのがあると、こういう面白いことができるなーっていうので、まあ、あとこうマシーンの画面を見せたりしてね、これさっき俺がサクッと打ってみたやつだけど、曲と一緒にこう同時進行して動いてるでしょ、わかるよね、これちょっと大きくすればわかるか、このなんか点と音が連動してるのわかるでしょ、一番上のオレンジがドンで、一番上の濃いオレンジがドン、その下のちょっと薄めのオレンジがカンで、その下の黄色がチッ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 ってなってるやつだねみたいのをこうやったりとか、その画面と俺をこう一緒にしたりとか、そういうのをこう完全に一人でコントロールしながら、みんなとダラダラやっていければいいかなと思ってます。だからね、なんかコメントとかで文句言ってくるやつとかがいなければ、ちょっとオタクの音がうちまで確実に漏れてるのが分かるんですけどみたいな、近所からの文句とかが来ない限りは、まあ、今そのためにヘッドホンしてやってるけども、ちょっとこういう感じでビートとか作りながらやったりしていければ、あとまあ BGM がねこう流したりとかしながらやっていけたらいいなと思ってます。そんな感じです。今日はそういうスタイル、調子が良ければね、なんかラップとかもできればいいけど、さすがにやっぱ家だし、いきなり俺がラップしだしたら犬が吠えたりするかもしれないんでちょっと気をつけながらやっていこうかなと、思ってます。まあこういうなんかこういうね、いろんな画面見せながら、まあほんと簡単なビートメイク、それをやっていけたらいいなと今日は思ってます。で、特に時間は指定してません。12時過ぎたらもうガンガン飲みながらやっていくっていうのもあるかなと思ってます。それから困った時のために、LINE の方にはですね、クレバンドエクストリームのみんなに待機してもらってて、ちょっとこれなんかこの曲のキーが分かんないとかあったら、こうバンドのみんなに聞くみたいなことも、やっていけたらいいかなと思って準備してます。はい、ありがとうございます。そんな感じです。で、今日はね、そうそうそう、まずはみんなちゃんと家に入れる人は家にいますかね。それすごく大事だね。東京はどん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 感染者数がこう増えてきて、ちょっともうすぐそこまで来てるなっていう感じで、今週はもうほとんど家にいたんですけど、なんかたまに外出るとすごいことなんですけど、歩けるっていいなとかね、買い物できるって幸せだなとか、そういう当たり前のことが当たり前じゃない毎日が始まって、それを本当にありがたいなと思う日々です。特に今だったら病院でね働いてる人とかに、医療関係者の方々には本当にもう頭が上がらないっていうか、声援を送ることしかできないんですけども、本当に頑張ってくれてありがとうございます。それからね、思うのは
スーパーマーケット、コンビニ、そういうところで働いてくれてる人、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで我々は買い物に行くこともでき、緊急事態宣言だけど食べるものにも困らず生きていくことができます。これからも頑張って働いてください。だから必要ない人は行くのやめましょう。それから今日こうやってね、この機材、まあ今 Mac2 台、カメラ2台、まあライトとかもちょっとやったりとか、いろんな準備向こうも一人でこうやって思ったけど、なんかやるときにほんといろんな人がこう関わって準備とかしてくれてたんだなっていうのをすごく感じますね。なんかこう思わないですか。それこそさっきの話で言ったら野菜売るみたいなところ、ねえ、どれだけの人の手がこうシンプルに行ったら買えるけど、行ってお金払う、なんだったら最近やったらもう携帯ピッてやれば買えるのかもしれないけど、そこにこうどれだけの人の手が加わってんのかなっていうのを考えると、一つ一つのことに感謝感謝っていう感じです。でも俺はなんかこう、ちょっと今日は全然コメント見てないですね、すいません、全然見えないな、まあ全然いいや、わかんねえ、わかんねえ、まあ文句言ったりとかくだらないこと言ってる時期じゃないと思うんでね、みんながこう家で楽しく過ごせるように、家にいようと思ってもらえるようなことやれればいいんじゃないかなと思って、まあちょっとこういうビートメイク関係ちょっとやってみようかなと思って。で、これを買っただけでは済まず、これを、動かすケーブルとか、あ、そうそう、それで言ったらそうだ、それで思い出した、もう一個ありがとうを言いたいのは、配送業者の皆さんだね。本当に日々ちゃんと届けてくれる。で、玄関前にこう接触しないように玄関前に置くっていうスタイルをこう徹底してくれて、本当に感謝してます。それがあったから今日できたようなもの、ケーブル買ったり、あとはまあもちろんこの機材もそうだしね、本当にありがとうございます。ちょっと毎日大変かもしれないですけど、頑張ってください。応援してます。嫌な思いすることがあるかもしれないですけど、そういうやつらがもう究極に恥ずかしいタイミングでうんちとか漏らすように俺が祈っときます。なんだそれっていう話なんですけど、本当にありがとうございます。じゃあねっていうか、あんまりこう、でも今のうちに喋っとかないとな、俺曲作り出したら喋んない恐れあるからな。今日はちょっとお湯飲んでますけど、あんまりにね緊張しすぎてね、さっき一杯飲んどきました。滑らない話にガクトさんが出た時に緊張しすぎて酒飲んだって言ってたのをちょっとこうインスパイアされて、俺も一発飲んどきました。それでガクトさんMVS 撮ってたんで、自分もちょっと一杯だけ入れときましたけど、全く酔いません。緊張がすごすぎて、歴代でもなかなか指折りの緊張っすね。なんかこう結構早い段階からつないで待ってたんですけど、なんて言えばいいのかな、OBS っていう配信ソフトがあって、それ経由して YouTube ライブ、 YouTube なんだけど、 OBS 上ではバリバリ俺が動いてるのに、 YouTube 上では1ミリも俺が動いてなくて、これ
10時になった瞬間に始まるんだよねみたいな思ってたんですが、一向に進まず、こうちょっとページ更新、勇気出してページ更新してみたら動き出してやっとできるみたいな、ちょっと怖いなっていう感じなんですけど、一緒のコップ持ってます。あ、これね、あのスタイリストの藤本が誕生日にくれた、これチタンの、チタンなんですよ、これチタン製のグラスで、チタンって熱を全く通さないんですよね。熱いの入れても熱くないし、冷たいの入れても冷たくないっていう、これだからまあ何飲むにも大体これでいきますね。じゃあちょっと小一時間で終われるように、なんかビート、まあ、でもさっきちょっと流しましたけど、あ、そう、一個これ面白い機能があって、ここにこのオート、これね、オートスイッチングボタンっていうんですよ。オートスイッチング、それすなわち、自動切り替えだよね。この流したビートの BPM に合わせて画面がこう自動的に切り替わってくれるっていうのあるんで、それちょっとやってみましょうか。Let's go. Yeah.だから俺こう夢中になってても画面切り替えながらこう見ていけるみたいな、この動いてる俺はちょっとなんか俺の体感ではちょっと自分の動きよりも遅れて配信されてるなって感じあるんですけど、このビートの打ち込みの画面とか、この例えばこの手で打ってる感じとかには時差はあんまり感じてないですね。まあそんな機能があったりとか、あとはこのこれまあ言っても寂しく一人で配信してるじゃないですか。そんな俺にこう、ありがとうございます、拍手ボタンつけたのと、あとイエーイエー、うるせえ、近所からもう苦情が来そうなんですけど、あとはこれですね、やっぱり最初はただ文句言ってるやつとかマジうざいぐらいの感じだったんですけど、もうそのうちもう本当に許せなくなってきて、家を特定しましてですね、はい、郵便受けからもうものすごい小さい虫をスッと入れたり、そういうことをやっぱ始めてしまいましたよね、みたいなみたいなことができるボタンもついてないけど、誰が何に使うのか、まあ今俺がこう使いましたけど、まあそんなそんなやるやつですよね、うん、があって、あとはまあ音が入れられると。で今回使う、俺が使うのはメインで使ってんのはこのネイティブインストゥルメンツのマシーン、これだね。YouTube の方には、 YouTube の方にはMPC-1 でこうビートメイクする動画、ちょっとまあ買ったんでね、 MPC-1 買ったんで載せてみたりしたんですけど、基本的にもう曲作りのスタートはもう全部このネイティブインストゥルメンツマシーンですね。これちなみにマーク3っていう機械なんですけど、これね、どれがいいかな、まあこれでもいいか。これはね、まあ、パソコンがないと動かないんですけど、基本的には、なんかこの曲聴きたい、あの曲聴きたいって言ってくれてるのありがたいんですけど、ビート作る動画な、回なんで、そういうんじゃないんですよね、うん、それは結構やってる人いるじゃないですか、うん、だからちょっとまあビート作ってって調子が良ければ、みんながいい子たちだったらその上でラップしようかなみたいな感じですよね、うん、で曲がこう終わっていくと、これね、なんかもともとちょっとビート今ボリューム、拍手ボタンがあれば寂しくないですね、逆に寂しいよ逆に寂しいっていう話もあるんだけど、
これね、もともとに入ってるトラックがすごいかっこいいのが あるから、ちょっと今からボリュームデカめで聞いてる人一瞬ちょっと下げた方がいいかも。で、あの俺今からこのぐらいのデカさでビート流すよっていうのを一回流しますから、これ俺が作ったトラックじゃなくて、もともとこのドラムキットっていうかサウンドのキットを買ったら入ってるプリセットのめちゃめちゃかっこいいトラックがあるから、それ流すんで、あの一瞬一メモリぐらい、ボリュームでいうとこの一メモリ、 iPhone とかだったらピッピッとこう蓋押しぐらいで一回下げて、でこうビートが流れてきたらその大きさに合わせてボリューム上げていくとびっくりしないんじゃない、耳がびっくりしないと、もし周りの人もびっくりしないんじゃないかなと思います。じゃあちょっといいですか、準備よろしいでしょうか。じゃあちょっとビート流してみますね。こういうのが入ってます。Yeah, yeah, yeah, yeah. これは俺作ってないです、もともと入ってるやつ。うん、 Yeah, yeah. ラップしろラップしろ、うるせえんだよ。 Party over here and a party over there。 誰の勝ち誰の負け、隣の街世界の果て、I don't give a damn、 これ遊びじゃねえ。 Party over here and a party over there。 誰の勝ち誰の負け、隣の街世界の果て、 I don't give a damn、 これ遊びじゃねえ。素晴らしいですね、素晴らしい。まあ、ボリュームどうですかね、ボリュームどうですか、いい感じ、大丈夫そうかな、みんな設定済みました か、 だからあんまラップしろラップしろ言ったら逆にやらないタイプの人間だっていうのはあのファンの人は知ってるからあんま言わないんですよね。うん、さすがさすがだな、うん、初めて見るタイプの子は言っちゃうんだよね。うん、しょうがないよね、うん、まあいいや。ちょっとじゃあね、今日はね、まあ、あのただやるのもあれなんで、なんかテーマ設けたらいいかなと思って、俺が好きなのはなんかこれって結構もともとヒップホップらしい音が入ってるじゃないですか。みたいな。だけどまあ、それは結構普通にできるっちゃできるんで、なんか別ジャンルの音、別ジャンルの音をこうヒップホップに変えるっていうのは結構ヒップホップなんじゃないかな。わかります？言ってること。これヒップホップなんですって言われてるものでヒップホップ作るよりも全然違う用途にを提示されてるものをヒップホップに変えるっていうのは、なんかサンプリングして全部をヒップホップにしちゃうみたいな話に近いと思って、それがいいんじゃないかなと、思ってるんですよね。だからちょっとね、あのじゃあどうしようかな、このマシーンの今これこっちで、このマシーンのこっち側にこう Mac があって、こっちにもう一台、こっちには俺がよくこっち見てるとしたらコメントとか、YouTube の配信の画面を見てます。でこっち見てるときにはこのマシーンを動かすための Mac が、こっちの方にあって、それをいじったりしてます。でそのいじってる画面がこれですね。うん、これです。でね、今やりたいのはパラダイスリンスっていうあのシリーズがあるんですよ。いい名前だと思いません？このパラダイスリンスっていうこのパラダイスリンスシリーズがあって、これは結構ね、なんて言ったらいいのかな、ハウス、UK のハウスミュージックみたいな、ちょっとこう、なんて言ったらいいのかな、アンダーグラウンドな感じって言えばいいのかな、そういうタイプの曲が入っているのが多いんですよね。速さで言うと、BPM で言うと130ぐらい。今ちょっと130にここ変えましたけど。ちょっと一個先頭から選んでみましょうか。でもね、これ例えばね、こっちした方がいいか。
マシンユーザーなら知ってると思うけど、このタイプ、キット。キットの中でこう、デジタル、メロディック、スペシャルキットってなってるのかな。メロディックっていうのはドラムとか入ってないやつだと思うんだよね。でこのデジタルキット、あ、デジタルキットっていうのがこう全体、曲全、一曲全体ができちゃうようなやつが入ってるんだと思います。一発目選んでみようか。こういう感じ？あれみたいだね。Yeah. ジャンポーネ、ジャンポーネ、ジャ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 ンポーネ、ジャンポーネ、ジャンポーネ、ジャ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 ンポーネ。みたいなね。そういうの入ってるんだけど、まあこれがいいか。これならねえな。入ってる音はここならない。ボリュームどうすか？ちょっと上げていい？ Yeah. Yeah. ちょっと俺マイクから離れるから声が遠くなっちゃうかもしんないけど、例えばさ、これでもうヒップホップだと思わない？なんかそういうことをやっていければいいかなっていう感じなんだよね。わかるかな？みたいな。もっと上げていいです。あ、音？このキットちょっと小さいのかな。まあでもそっちで上げればいいって話もない。大丈夫かな？割れちゃわないかな？っていう感じで、で、ここにさ、これ完全一人ツアーの時も言ったんですけども、ここに俺が出てくるなかったっけ？これじゃダメか。ないか。まあいいか。ここにこう、ちょっと星がついてるのあると思うんですけど、これフェイバリットボタンって言って、あ、なんかいいんじゃねと思ったら、パーッと流し聞きしてる時に、星をつけとけるんですよ。それついてるのこう結構見たら10個ぐらいありそうだから、その中から選んでいけばなんかこう選ぶ時間とかも省かれ、曲も早めに完成し、なんかいい感じで終われるんじゃないかなと、思ってるんで、ちょっとこの辺からここのこのフェイバリットボタン入れると 12個ぐらいあるんで、俺がなんかいいな、なんか良さそうだなと思ったらきっとあるんで、その中からちょっと、作っていってみましょうかね。何にしようか。ちなみに今日のメニューなんですけども、ブラックサンキットですね。これはまあ UK さんになってます。はい。フレッシュなサウンドになってますね。で、チェックファンキット。はい。チェック2じゃないんですよね。チェック1キットなんですね。それからですね。コロッセウムキット。俺結構こういう名前にインスパイアされるところがあって。うん。あ、1万人応募。あ、ありがとうございます。ねえ。なかなか本当にこう、YouTube の音楽系の、ビートメイク系のサイトとかよく見るんですけど、本当に再生数とか少ないんですよ。何やってるか分かんないっていうのもあるし、本当に狭い世界なんだなと思いますよね。だから全国のビートメーカー同士たちを一緒に頑張って楽しみましょう。コロッセウムキット、コロッセウムキットちょっといいね、名前が。この上から 1,2,3,4,5,6 個目、 K ドンクキットっていうのがあるね。くればやっぱ K 気になっちゃうよね。ちょっとこれいってみましょうか。 K ドンクキット、あ、これいいキックだね。
ちょっとね、あのマニアックな話も入れていこうかなと思うんですけど、やっぱりこういうジャンルの、こういうジャンルのドラム、あのヒップホップのドラムよりもちょっと腰高って言えばいいのかな、低音こういうの入れたいっていうか、なんかなんつったらいいのかな、ヒップホップの方がもっと重心が低いよね、しっかりしてると思う。やっぱちょっとこう高めの音だから、そのまま使うのは難しいかもしれないけど、まあ例えばそうだな、マシーンだったら、この今ちょっと見えてるかな、ここの、プラグインボタンを押してサウンドだよね、からのここにエンジンっていうのがあって、これまあこう押すとこうタッチセンシティブになってるからこれで見えると思うけど、まあ、MPC60 とか SP、 これ S1200、 MP60 って書いてあるから多分 MPC60 って使えないから MP60 ってなってる、 S1200、 SP1200 に間違いないんだけど、これをこうモデリングした昔のヴィンテージのすごくいいって言われてる機械の音に近づけるような、まあ、トリックにヒップホップで使われてたような機材のをモデリングした音になる。まあインスタグラムとか写真で言ったらフィルターみたいなもんだよね。そういうのがついてるから、まあそれをかけてみるっていうのは、そんなにね、正直そんなに、これ一発じゃそんなに差は出ないんだけど、まあそれだけでも少し自分色っていうか、これはかけた状態。かかってない状態。ほとんど変わんないですね。ほとんど変わんない。もっとでかい音で聞かないと分かんないな。まあそういういろいろ音いじっていけるよって話だね。かっこいいねこの音。こういうなんかワンサウンド聞いた瞬間にこう速さとノリが見えればビートメイクは速くなると思いますよ。あ、かっこいいね。全宇宙の同志たちよ、心の目を開くのです。あなたが今見て聞いているものは未来からやってきています。目の前にいるのは、そう、神です。嘘、嘘をついています。生放送で Let's do it。 これだけでもかっこいいね。速さこんな感じが俺は聞こえてるかな。ここにタップボタンっていうのがあって、だいたいこんな速さで聞こえてるよっていうのを叩くと、まあ、その速さが出てくる。今 171.96 って出てるから、まあ、172にしたかったんだろうね俺はね、多分ね。で、新しいパターンを選びましょう。結構あるなこれ、だいぶあるな、わかんなくなりそうだな。消すか一回。4小節ぐらい、8にしとこうか、倍だから。倍ってわかるかな。172の速さっていうことは、172の速さっていうことはですね、半分BPM86 の曲作ってるのとまあ同じことですよね。86にしようか。あ、あ、消さなきゃよかったな。まあいいや。こんな早いか。やっぱり172の方がやりやすいな。ピッポ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 ッピッポ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 
パターン。あ、これ残ってたね、1個。すんげえ速さになっちゃうね、うん、元の曲とはだからこのぐらい離れてるっていうことがまあ分かると思うんですけど、一発目のキックが遅れてるね。こうなんていうんですか、手で打たなくてもこう画面上でこうやって入力することもできます。だからさっきからこうなんか生でみたいなのをこうやってるけど、そんなの全然やらなくてもここにこう並べていけばその通りにこう並んで動いてくれるんで、曲たちは、うん、全然コメントゆっくりになって、あ、みんな見てるからね、ビートメイクを。素晴らしいことじゃないですか、うん、いいと思うよ、そういう時間だよ。ちょっとドライすぎるかなこの音、意味、あ、まあいいか、ドライすぎるかなっていうのはどういうことかっていうと、そうだな、じゃあドライじゃない状態にしようか一回。これ完全一人ツアーでもやったんで、ファンの人はねもう分かるかもしれないけど、リバーブとかがかかってて、リバーブっていうこうなんかさっき俺が声にかけてたやつみたいな、わあ、こういうこう部屋感を出してあげると他の音と、まあ、この音があってこの音があって、それをもう一個上に乗ってる音があったとすると、リバーブがかかるともうちょっとこう全体に覆いかぶさるようになって、まあノリみたいな役割で全体が一体感が出たり、あとはまあ奥行きが出せるよね、シンプルに。それを感じてもらえればいいかなと思うんですけど、例えばリバーブ出してみましょうか。この音にこれ今結構なんかドライだなって言ったのは響きは少ないですよね。響き加わったでしょ。ちょっとであれだな、俺からするとドラム物足りなさはあるんだけど、まあちょっとこういうコンセプトで始めたからとりあえず行ってみようか、いけるとこまで。ベース入れたら一気に変わったりするかもしれないしね。先頭から録音したいときはシフトをしながらこのレックボタンを押すと、ここにカウントインって書いてあるから、ワンツースリーフォーってこうカウントがあって曲が始まると。これでここだね。いいね。これいいんじゃない、もう。一発目できなきたね。クラップも入れてあげるといい感じだね。オートスイッチにしとくわ。YouTube で一番ドープな時間じゃない？
シャープ下げよ。1908人見逃した。あ？位置悪いね。これかな。この音の立ち上がりがちょっとはよくあんまり良くないな。短い方がかっこいいのかな。したらこの、そうだね、ちょっと今クオンタイズが細かくなってたから、ちょっときっちり一回切ってみようか。クオンタイズっていうのは、この画面が分かりやすいかな。ここに今8分の1ってなってるじゃ ん、 なんか1小節この曲が進んでく単位を何分の何で区切るのかっていうことなんだよね。それがこう大きすぎると、例えば一小節になってたらどこで叩いても曲の先頭にこう、食洗機うるせえな、ちょっと食洗機止めてくるわ、ビート流しとく。Back。 これでだからさっきまでやってたけど手で打ってみようか。ドーンドーンドーンだよね、多分ね、ここだよね、ここで、あ、ごめん、これ見てなかった。ドーンドーン、ここかな、ドーン、多分ね、こんな感じ。違うな、もう一個前か、短いね、もっと長いのか。あ、いいじゃん。あと速い曲がちょっと、曲の速さちょっと下げましょうか。170、まあこんな感じでできるって Yeah. Stay home, baby. Yeah. 誰がどこに行こうともここにいよう、音があればそれでいいんだよ。これでみんなと軽くつながり、時には銀河を超えるフロー。誰がどこに行こうともここにいよう、音があればそれでいいんだよ。これでみんなと軽くつながり、時には銀河を超えるフロー、今日もここでもがいてる、誰もできない解決、ゴールは見えてるが答えはない、波の神経なら耐え難い、ねえこれが願ってた世界、好きじゃなきゃやってられない、むしろ困っちゃうんだ、好きすぎて震える心、ズキズキいてやるかやらないか、二者択一どうすればいいか、確認なんてするまでもないんだよ、やる一択二択にしてる時点でもう失格、走り出してる気持ち二人で、その足跡誰かが繋いでく、だから今はただの独り言も届くはずさ、気持ちごと、これは俺の歌だけど、この瞬間に君の歌、そう俺らの歌、俺と君と君と君
君をつなぐ。これは過去の歌だけど、その瞬間と先の歌。 So 俺らの歌、誰も止められやしないのさ。 No one can stop us、 No one can stop the music。 You see what I mean? No one、 Nobody、 Stay homeEvare Peace、yeah! まあこんな感じですかね。うん、こんな感じじゃないですかね。全然コメント見てなかったけど今日すいません。ラップも2回ぐらいしたのかな。うん、まあ、こんな感じで、あ、まだちょっと時間あるね。1時間ぐらいやろうかなと思ったけど、ちょっと時間あるから、なんかラップちょっとあれだね、ついでっかい声出しちゃったね。うん、恥ずかしいね。でもあれかな、あ、 BGM なんかそうか。俺、そう、なんか冒頭に感謝してることいろいろ言ったけど、医療関係者の方とか、スーパーで働いてる方、配達業者の方とかいろいろあったけど、まあ、この一人で準備したことによっていつも準備してくれるスタッフね、え、最近ライブとかないから仕事ないかもしれないけど、またみんなで仕事できるように頑張り続けたいなと思います。それで言うと、会社もすごくいい環境を与えてくれてて、一人で入れるスタジオがこうあるからあるし、会社ね、現状、人に会わずに通勤できる人、バイクとあと徒歩で来れる人ぐらいしかいないかったりするから、まあそこをスッと抜ければ基本一人で入れるんで、スタジオからあればね、もっと思いっきりラップとかしたり、でっかい声で話したりとか、そういうのもできるんじゃないかなと、思うんで、スタジオからやってもいいかな。もうちょっとこう事態が落ち着いてきた。ただね、やっぱりみんなに家にいてほしいっていうのがあるんで、今家からやってますけど、なんかこうパフォーマンスをね、もっと見せるっていうのだったら、まあ、スタジオからやってもいいのかなと思います。そういう会があってもいいのかなと思います。僕もっていうか、人に接触せずにスタジオに行くことはできるっちゃできるんで、まあ、車乗ったりしなきゃいけないですけど、できるっちゃできるんで、まあ、それも考えてみようかなと思いますね。うん、でもあれだよね、このシステムがあれば、なんか別にこの機材とかこの画面とか出さないで、この、まあ、例えばこの画面からこう自分のホームページとか出したりとかして、そういうの見ながらこうライブとか、ここも なしでいけるんだったら、この VR1HD とこのマイクでこう喋って、でいい音で音楽流しながらただ喋るだけでもみんなが家にいてくれる、それからちょっとこう危機意識を持ってくれるんだったら、危機意識持ってる中にもこう楽しさ求める心、なんか持っちゃいけないような気がするかもしれないけど、これを楽しみにこう頑張ってくれるんだったらいいかなと思ってやってるんで、喋るだけとかでもね、全然やろうかなと思ってますね。はい、ファンクラブ限定とかにしよう。そう、あとね、そう前の YouTube ライブの時にも言ったんですけど、ちょっとこう編集の都合でこうライブの告知っていうか、ライブのお知らせとかを入れてしまってるがために、公開してない動画が4つぐらいあるんですよ、自分で作ったやつ。それもしかしたらファンクラブ KFC ファンクラブの皆さん用に公開してもいいのかなと思ってるんで、ちょっとそれ考えてきます。はい、ちょっとじゃああと10分ぐらいあるんで、もう1ビートぐらい作ってみましょうか。ラップはしない。もう11時にリビングルームでめっちゃラップしてるやつとかちょっとやだ。俺もいいんだけどね、なんかちょっと急に、やっぱり
家だなと思っちゃった。じゃあこのさっき呼び出したやつはミュートしといて、この B のところにまだこうさっきこのKドンクキットやったから、そうだ、応能キットっていうのあるね。いや皆さんちょっと今発見してしまいました。この下から2番目のキットの名前ちょっと見てもらってもいいですか。これユアラブキット、ユアラブキット、これいくでしょ、ユアラブでしょ。どんな感じなんだ。多分ね、全体的に130設定だと思うんだよな。テンポもこっちからやろうか。マスターでテンポ、130、今コントローラーからちょっとこうコントローラーでテンポの変更してます。かっこいいね。これは俺作ってないです、これは俺作ってないです。はい、やべえ、かっけえ。これはパラダイスリンスネイティブインストルメンツのエクスパンションパック、パラダイスリンスの Your Love Kit の最初から入ってるやつを流してます。Bring it back. Come on. お、いいね。なんかあの、例えばダンスの発表会とか、まあ、学校とかでもいいです。お子さん。ちょっとこう、あとダンス踊っているとこ公開したいみたいな。曲がやっぱ勝手に使っちゃうと問題が起きたりするじゃないですか。これでめっちゃかっこよくないですか。なんか機材持ってるやつでもともと入ってる曲にかっこいいのもあると思うから、もうこれだけで十分かっこいい感じがするんですけどね。まあどんな音が入ってるのかちょっと聞いてみましょうか。ちょっとねやっぱりこのボンゴいいね。ちょっとノイズついてるね。いやらしい声だね。Oh, yeah. 男性なのにすごく女性的な。そう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 、マシンユーザーのちょっとこれはもうマニアックね、もう最後の方だからもうマニアックな感じで言うけど、マシンユーザーハマりがちコートラップし、あ、これ映ってるかな、なんかねここ、このタブっていうかこの三角が光ってる時はもう1ページあって、そこに結構やりたい情報、なんか全然やりたいことがやれないみたいになる人いるかもしれないけど、俺もそうだった。俺もなんか前はそうだったんだけど、これじゃ消えちゃうか。やっぱこれの方がいいか。ここ押すとね、結構ほら、ここ情報が増えてるの分かります？例えばチューンとかさ。まあ逆でもいいか。
Oh yeah. 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 これでちょっとなんかこうエロティシズムを減らすみたいな、音を高くすることによってちょっとこう可愛い感じに抑え込むっていうのはできるよね。基本的に俺なんか最初叩くビート大体一緒かな、ドンダンツダンツドドンダンみたいな。でそれはねあんまり気にしない、飽きたら変えたらいいと思うよ。それよりも毎日っていうか思いついた頭の中で鳴ったやつを、形にするっていうことの方が大事かな。でも同じで飽きたわってなったら変えるといいんじゃないかなと思いますね。これコード弾きできんのかな。あ、いけるね。なんかこれユアラブいけそうだね。ね。なあ、なあって。なあってな、うん、もともとのやつは消していくか全部やっぱりね。お、ビートディレイが欲しい感じ、いいこと言うね。入れましょう。結構ベタな方がいいね。ここでディレイ16分の1、16分の4かね。え、やばいね。時間大丈夫みんな。酒飲みて。8、うん、いけるかな。これコードモードっていうのがあって。これキーボードね。まあそれコードモードだね。もうザキさんがいたらてて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 てって弾いてくれるんだけどな。まあいいや。そっか、今タップ聞いてなかったからちょっと聞き逃したな。アンドゥーしようか。アンドゥーっていうのは、アンドゥーっていうのは、まあ、なしっていうのね、一瞬でね、なしにできるっていうボタンだけど、これがいいか。ね。誰がやってんだみたいになっちゃったらやだもんね。
なんかこれでいいね。これだけでよくない？あとスナップあったっけ？スナップもうあとこれだけでいいんだけどな。ね。あとまあ、あれかなんか。ノット、ハイハット、バット、シェイカー。ね。ねって俺に言ってんだけど。ダメだ、もうずっとあれだな、スナップが聞こえてるな。ちょっと選ぼうか。ワンショットのドラムス、スナップで普通に検索かけてみようか。クラップスナップバック、なんだそれ。こん中にいないんだな、スナップ。パラダイスインスやめてみようか。すべての中からスナップ。これにさっき言ったみたいにちょっとリバーブかかってるけど弱いからもっと深くって感じかな。これじゃないね。これオートスイッチにしとこうか。またずっとこんな感じだよ、このチャンネル。見てくれてありがとう。見てくれてありがとう。ちょっとでかいか。16レベルにして、この音をこうシフトをしながら、この一番上のところ、これまあこれで16レベル、これ16個のレベルになるっていうボタンだね。またラップしないんですかとか言ってるやつがいるよ。ファンの人教えてあげて。俺んちで聞きたい。俺んち今ヘッドホンでしか音流れてないから、なんかこう
部屋の中でただ独り言言ってるやつみたいな感じだよ。ああ倍あったか。全体見せようか。さっ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 さにしたいね。GAC 一回でもそこまでやんなくてもいいか。ちょっとなんかやべえ、もう11時だね。やめとくか。あとこれで自分だよね。歌えるかな。うん。本当は毎日毎晩メールしたい、でも大した用事も別にないから、携帯置いてもって繰り返す。俺は君の特別になりたい。所詮大勢の中の一人さ、どう攻めたら縮まるこの距離感。赤の他人ではないけど、次もまた同じ関係。あ、味気ないな、逃げない仕草。別の人ならどうでもいいけど、君推しとやか。もしも笑ってくれるならば、落ちてるバナナの皮で滑るからさ。こっち見て、こっちを見つめて、諦めず俺今記憶進めてく。チェスのコマチェックメイトまで遠慮なし狙う。 Your love Your love。 まあこんな感じかな。全然ドラム使わなかったね。こんな感じですかね。いえいえ、みんなもね、なんか作るとか、なんか文章書くとか、そういうことをやって、こう素敵な、こんな時ですけどね、素敵な時間を持つことを忘れないように、生活してもらえたらなと思います。なんだかんだ言って結構ラップしましたね今日ね。うん、なんかあれやってこれやってって言われるとやりたくなくなるんだけど、こう作ってると聞こえてくるラップみたいのがやっぱりある、あってこうやれたりするんで、まあ、やるのかなやんないのかなみたいなのも含めて、見てもらえるといいかなと思います。でこんな感じで終わりにしましょうか。ちょっと寝る前のね、なんかこうお手入れとか女性陣はあると思うから、遅くまで付き合ってもらってありがとうございます。睡眠のゴールデンタイムを逃さないように、またちょっとチャンスあったらね、ゴールデンウィーク もう何がゴールデンなんじゃいっていう状態だと思うんで、まあ、そんな時にもこう
できたりするといいかなと思います。でコメントはねちょっと光の速さで行き過ぎてて見えない、たまに視界に飛び込んでくる感じ、うん、かっこいいとかだけは読めるんだけどさ、うん、そんな感じだね。あやべ、 LINE とかも結構来てたな、メンバーから来てたのかな、うん、やべえやべえ、ラップで泣きそうとか、ありがとう。クレバンドエクストリームのみんなもね、なんかこうクレバンドエクストリームのみんなとオンライン遠隔ライブとかどうやったらできんのかなみたいな、こうシステムに強い、システムのなんていうの、ああいうこう独自のプロトコルとかを作ってくれる人は、ご一報ください。それからね、またいつかライブできるように祈りながら、こういうことやりながら、あのほんと喋るだけとかだったら結構このシステムがあれば、このシステムがあれば、いい感じでね、いい音でできてるんじゃないかなと思うんで、またやってもいいかなと思います、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた、また会える日までごきげんよう。ペース。こっちのビート流すか。